皆様こんにちは。パチスロ一生本の嵐です。はい、パチンコパチスロ大好き声優道井遥香です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします師匠。というわけで、はい、今回はてっぺん堂が始まるわけではなくですね、P スポーツトーナメント、はい、第3回超ディスクアッパー選手権のルールの説明だったり、うん、あとは実際にこの使われるマシンの解説を、はい、していきたいなというふうに思っております。はい、去年の様子とかやっぱ YouTube で見させていただいたんですけど。本当ですか。はい、かなり暑かったですね。いや、僕はもう本当にその熱狂の渦にいたんですけど、本当に涙腺が緩むくらい感情移入しちゃって、今回もすごい楽しみにしていたんですが、はい、今回もですね、もちろんその大会優勝賞金331ということで331万円。そうなんです。そちらはもちろんそのままにですね、はい、今回も個人戦、はい、そしてシンディーカップ、まあ、女性の大会ですね、はい、あとはなんとそこに団体戦と学生対抗選手権みたいな、はい、そういういろんなまた新しいルールが加わって、開催されるという形になっております。楽しそう。はい、でもちろんですね、我々、はい、パチスロライター陣も参加することが可能になっておりますので、はい、まあまあ僕もですね、はい、正直参加してやろうかなって思ってたんですけどあれ、まあ、残念ながら今回解説をやらせていただくということで無念の出れば331万円っていう、あの多分予想落ちなんで、あの僕が出れなくても大丈夫なんですけども、あのそういった形で誰でも出れる、はい、そしてですね、団体戦、こちらはですね3人同時で戦っていく形になるんですけども、はい、それはもう友達同士、企業チーム、三角関係の青春だ。青春です。そして、学生対抗戦なんですけれども、こちらも、まあ、団体戦という形になっておりまして、はい、ルールは一緒ですね。3人1チーム、はい、ただしそこに学生対抗戦ですから、うん、3人のうちの1人の方に、はい、まあ、そういった学生であったりとか、まあ、そういった細かいルールがありますので、一人の方でいいですね。はい、そちらはちょっとあの間違えないように、まあ、概要応募要項をしっかりチェックしていただければなというふうに思っております。はい、今回の機種、はい、なんとディスクアップ2をベースにまた新しいマシンの登場という形になっておりまして、はい、まあ、もちろんその技術力、精神力ですね、そして運、はい、全てが問われる、まあ、究極のビタ押しマシンになっております。ひゃー、今回は何でも特に運の要素がかなり強くなっていると、うん、ほうほうほう、はい、いう形なので、うん、まあ、そのあたりもこの後しっかり、うん、まあ、私が審査しながら解説させていただこうと思います、うん、はいはい、そして、はい、個人戦に関しては全大会同様にステージ1、はい、ステージ2、はい、そしてファイナルステージと、うん、まあ、3段階ありまして、まあ、突破していけば最後ファイナルステージ行って、そこからまあ予選決勝みたいな感じになっていきます、はい、まあ、まず入り口となるステージ1をどう攻略していくか、はい、これ結構大事になってくると思います。そうですね、はい、まあ、そこの、ルール説明というか概要を道井さんにちょっと解説していただければと思います。はい、ステージ1は1分間経過または20ゲーム間左リール中段に指示されたボーナス図柄のビタ押しに挑戦となります。ビタ押しの判定はおなじみのクール、エクセレント、マーベラスの3段階です。このビタ押しの精度によって獲得ポイントが異なります。ステージ1は1万ポイント獲得できればクリアとなります。それでは師匠、はい、早速ステージ1に挑戦してください。まあ、挑戦にあたって一つだけ、はい、まず皆さんのコツを伝授したいと思います。椅子はまっすぐ座りましょう。今ね師匠斜めから座っておりますが、はい、まあ、斜めからだとやっぱりどうしても視認性が変わるんでちょっと押しづらくなりますから、皆さん本番ではもうまっすぐセンターに座ってですね自分の中心線と台の中心線合わせるぐらいの椅子の高さと位置取りすごい大事なんで、じゃあ早速消化していきましょう。はい、いやーこの音が緊張感高めますよね。でステージ1は、まあ、左リールのビタ押しに挑戦して、これをですね、はい、20ゲーム間でやっていって1万ポイント超えれば突破という形になるので、まあ、手止めててもこのインターバルタイム、あの要は時間は進まないので、はいはい、これをうまく使いながらこう緊張してたらちょっと緊張をほぐしつつ、まあ、次の1打に挑戦していくと。
で、まあ、ゆっくりやってもあのほぼ制限時間が尽きるってことはないので、うん、まあ、少しあのちょっと緊張するなと思ったら何周か見て、はい、しっかり狙っていくっていう感じでいいんじゃないかなと思います。はい、でこれミスっちゃってもちょっと一回緊張ほぐしてからやるといいんじゃないかなと思いますので、いや緊張しますよね。そうですね。あとはやっぱビタ押しの精度で獲得得点が変わっていきますので、はい、まあ、その辺でちょっと後半点数足りなそうだったら少し慎重にビタ押しして、まあ、エクセレント以上を目指していく、はい、まあ、そんな感じでやっていくみたいな。残り30秒で10ゲームなんで、まあ、大丈夫かなと。結構余裕持ってできそうですね。余裕持ってそうですね。でちょっとやばそうだなと思ったら少しペース上げてって。時間短縮のコツとかあるんですか？まあ、やっぱ一周で押したり、まあ、あとはちょっと難しいですけど同時押しでビシッと止めていく。すごい。でちょっとあの余裕もすぎて時間がなくなっちゃったのでちょっとペース上げますね。やべ、おー、こんな感じで短縮できますんで。さあ結構 90% とミスりましたけど、はい、これでも 13,250 点で予選突破できますんで、はい、まあ、この辺はうまいこと、精度と時間を調整しながら自分のペースでやっていくのがいいんじゃないかなと思います。ステージ2は45秒間ディスクアップ2のプラクティスモードのお題に挑戦していただきます。各リールのビタ押し精度によって獲得ポイントが変動する上に、全リールのビタ押しに成功するとパーフェクトポイントが獲得できます。さらに連続成功に応じてコンボポイントも獲得できるため、より正確性の求められるステージになっています。ステージ2は制限時間内に12000ポイント獲得できればクリアとなります。それでは師匠、はい、ステージ212000ポイント目指して頑張ってください。はい、まあ、ここからですね、難易度が非常に跳ね上がってきます。なのでスピードと正確性がより要求される形になるんですけれども、その辺も注目しながら見ていただければと思います。じゃあ行きましょうか。はい、苦手なんで、まあ、ちょっとお題によって戦略性を変えると、まあ、ある程度ポイント詰めるのかなっていうのは実感しました。で一応これが暫定ボーダーで、まあ、1万2000のボーダーだったら 80% で今ぐらいのスピード感でいけるんで、この動画を参考に自分なりに戦略を立てていただければと思います。ファイナルステージは前回大会よりもさらに正確性が求められる仕様にパワーアップしています。これまではスピード、正確性、連続性、スロウンの要素で構成されていたのですが、今回はスロウンにダブルアップという大量得点のチャンスや、新たに精神力という緊張感をマックスまで高める要素が追加されています。そして今回はステージが2種類あり、まずは前回同様に1分間指示されたお題のビタ押しに挑戦する通常ステージとなります。ファイナルステージ中は獲得ポイントが規定ポイントに達するとレベルが1段階アップ、レベルは1から4まで搭載しています。
上位レベルほどより難しいお題が発生しますが、板押し成功時のポイントが高くなる仕組みとなります。特に最高レベルのレベル4まで到達すれば、今作も押し順の指示が発生しますので、レベル4到達時はしっかり押し順の指示も意識してプレイしてくださいね。そしてスローンに関わる進化ポイントです。ファイナルステージにはダブルアップというものが搭載されていて、これが発生すると当該ゲームのビタ押し成功時のポイントが全て2倍獲得できる仕組みになっています。さらに今回のパワーアップポイントとして、1分間のビタ押しチャレンジ後には精神力を問われる2つ目のステージであるエクストラタイムというものに必ず突入します。エクストラタイムは制限時間 33.1 秒の間にビタ押しを成功させ続ける、もしくは2回のミスで終了するという緊張感マックスのステージになっています。エクストラタイム中は2分の1でその時点での滞在レベルのお題かソロエロのお題が発生します。エクストラタイム完走を目指してしっかりとビタ押しを成功させてくださいね。それでは師匠、はい、ファイナルステージの方にお願いいたします。はい、まあ、ファイナルステージの基本の流れは、まあ、前回の大会のマシンと、まあ、一緒なんですけれども、よりちょっと運の要素が強くなった部分もあるらしいので、うん、はい、まあ、その辺は実際に打ちながら見ていければなというふうに思います、はい、じゃあ早速消化していきましょう。お願いします。まあ、ファーストステージはいつも通り1リールのビッター押しに挑んで、ここあの目押しの精度によっては最短4ゲームでクリアできるんで、まあ、できればまあノーミスでいきたいところですよね。この精度だと4、あ、いけましたね。でこっから難易度が上がってきます、はい、あだからこの辺はスピードと正確性どっちを取るか、まあ、コンボ数も大事ですし試行回数を増やすのも大事なんで、まあ、どっちを重視するかは、まあ、その日のコンディションで決めていくのがいいんじゃないかなと思います。あ、これダブルアップです。これがここはダブルアップなんで絶対に成功したい、はい、だからちょっと慎重にやってもいいんじゃないかで、ああちょっと緊張したわってなったらインターバルしっかり使ってここで手止めても大丈夫なんで、一回ちょっと間を置いてからでも十分できます。で間を置くとこうやって失敗するんで、この辺のねあの自分のコンディション間の取り方も大事ですね。僕結構こうやって集中力切れちゃうタイプかもしれないんで、まあ少し間を置きすぎると良くないのかもしれないですね。さあレベル3から4までいけるか、ちょっと浮かそうに今の失敗、あ、崩れちゃいましたね。崩れた、完全にここが難しいですよね。何を狙ったらいいのか、多分赤菜の下のスイカを湧くやつ、はい、で一応ですね、まあ、ここまでで、まあ、今までの大会だという終了になってたんですけど、はい、ここからエクストラタイム33.1 秒間ビタ押しに挑戦できるエクストラステージが新たに搭載されました。でここはですね 33.1 秒間消化するか2回のミスで終了というふうになりますので、うん、はい、ぜ、まあ、基本的にはミスをしないように打っていくのがいいんじゃないかなって思います。でここのタイムも1回ここでリセットされて回復しますので、はい、ちょっと余裕を持ってやっていくのがいいんじゃないかなと思います、はい、じゃあ早速消化してみましょう。いや結構メンタルがメンタル勝負ですね、うん、ミスったら終わり。でもそれはあんま考えない方がいいと思うんですよ、うん、どっちにしろミスを続いたら優勝はできないと考えれば、はい、まあ、普通に正確にやってもいいんじゃないかな。いつも通りの、はい、じゃあ早速ちょっとお題、ここからはですね確か2分の1で狙いが出るのかな、はい、図柄のだからそこの引きも結構重要ですね。出ねえのかいだからここはある程度慎重にで時間使って大丈夫なんで、はい、来ますね、はい、いやリップかい難しい、まあ、中から狙って左に余裕持たせて
としっかりと。よし。おーしよし、これ楽ですね。これも中から押して、あーやっちゃった。中段に止めた方が楽なんですけど、よし、なんとかクリア。スイカ。これ星はですね、最大トリプルで揃えられるんですけど、あ、でミスると下バネが消えて、はい、これも1回やると、はい、終了します。あと1回レベルアップした。でこれレベル4まで行ったので、はい、ここから押し順ナビ出ますから、はい、押し順ナビ間違えるとその時点でミスになりますので、はい、押し順ナビをしっかり把握した上で、はい、ライトセンター危ない、今左が押そうとしたんで、あー、ここまでは来たんですけどね。やっぱ押し順が絡んでくると脳の処理が結構いろいろ起きてくるんで、そこが難しいかなとは思うんですけど、このステージまで行くと、まあ、成功率 73% でかなり低めでしたが、一応3万ポイント超えてきますんで、はい、まあ、エクストラ行った後僕結構3回4回やれたかな、うん、あそこのポイントでかいんで、うまいこと到達したらあとは正確にっていうのも一つ戦略になるかなと思います。はい、ということで、はい、ここまでは機種の仕様を、はい、まあ、一通り解説させていただいたわけなんですけれども、今まで通り、まあ、個人戦とあとはシンディカップは、はい、こちらの機種のそのステージ1、ステージ2、ファイナルステージを使って、まあ、戦っていく流れになるんですけれども、なんか今回からは新たに団体戦が新設されたんですよね。そうなんです、はい、団体戦は3人で1チームになっていまして、はい、あの先ほどのファイナルステージを3人1チームでやっていただくという形になります、はい、なるほど、そちらがこう団体戦とあと学生選手権、あ、そうです、はい、まあ、そちらでまあ適用されるルールということなんで、はい、まあ、とりあえずはですね、はい、まあ、3人ででもやるってどういう感じなんだろうって気になりますよね。例えばですね、はい、私が中リール、中リール、師匠が左リール、はい、で別の方が右リールっていう担当を決めてやったりだとか、はい、そういうことをやってもらいます。お、じゃあルールによってですけれども、はい、割とそのチームによって個性が出たり、はい、まあ、戦術がいろいろ出てきたり、うん、かなり面白そうな、そうなんですよ、面白そうですよね、感じになってますよね、はい、じゃあなんかこれ我々もちょっと試しにやってみたいですよね。ね、はい、いや言うと思ってました。おいおい、 なんですけど、はい、私たち今2人ですよね。2人です。ちょっともう1人必要になってくるじゃないですか。3人1組と言いますと、ここでですね、はい、サミーグループが誇る、はい、ビタオシスト、はい、ビタシンさんに今日来ていただいております。あら、すごい。ビタシンさんどうぞ。あらららららら、あ、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いいたします。はい、というわけでこちらの3人でチャレンジしていこうと思います。はい、はい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 、ちょっと私、ビタ押しっていうのがもうめちゃくちゃ苦手なので、はい、お二人にぜひフォローしていただけたらと思いますが、じゃあまあ作戦会議、これまあ実際に皆さんもチーム編成したらまず作戦を立てると思うんですけど、大事です。まあ基本的にはですね、うん、まあ、やっぱ左リール、中リール、右リール、それぞれ特徴があると思うんですよ、はい、うんうん、で左リールはやることが多いんですよ。あのレバーも叩かなきゃいけないし、はい、なんだったらマックスベットボタンを押してレバー叩くって一連の作業でもロスが出てくる可能性があるんで、そうか、左の方はそれも担当しなきゃいけないんですね。そうですね、だから、まあ、僕か、うん、まあ、ビタシンさんが多分左を担当する。ただただただですよ、はい、右は認識しなきゃいけない箇所がいっぱいあるんですよ、青が2つとか、僕は左やります。中やります。はい、というわけでビタシンさんには一番難しい右を担当していただく形になります。あー、頼りになります。そうだね、まあ、あとはですね、うん、レバーを担当する私が、はい、まあ、ソロエロカットインをまあ引いていくとか、はい、そういう引きの部分もかなり大事になってくると思うんですけど、はい、じゃあ実際にそのまあ演出が出た時にどっから押していくか、あ、そうです、大事ですよね。大事です。こう上段、中段なのか、とか下段なのか、斜めなのか、で、これは中から押すと余裕があるんですよ、うんうん、一番いいのは中段に止めることなんですけど、ね、そうですよね、まあ、上段下段でもとにかく図柄さえ止まってればあとは僕らでフォローできるんで、おー、頼りになる。道さんからいきます、はい、Y からですか。 Y から、真ん中に、真ん中から、それとも、いや、私あえてそういう甘えた道は取りませんみたいな、はい、お二人からやってくださいとかでもいいです。うわ、でも私からやらせていただいた方がやっぱり難易度は
そうですね、何千、はい、でも私が上に止めると上段に揃えてくださるってことですよね。そういうことです、そういうことです。それがチーム戦ですから。あ、一人のミスはみんなのミス、はい、みんなのミスは一人のミスっていう感じ、うん、一人のミスにしたら押しつけちゃう。それはもう間違えて、ワンフォーオールじゃ無理なんだなみたいな感じで、はい、まあそんな感じでやっていきたいと思います。はい、おお、なんかがぜん楽しくなってきました。もう、そうですね、うん、さあというわけで、はい、チームはるかとゆかいのしもべたち、イエーイ、やっていきますので、ビタチンさんをしもべって呼べるのはみちいさんだけなんで、この業界でも。しもべたち、超ビタよろしくお願いします。お願いします、お願いします。足引っ張ります、すいません。で、一応編成としては僕が左リーフ担当、みち、はい、さんが中リーフ担当、はい、ビタチンさんがビチリーフ担当ということで、はい、目標は1万5000ポイント。わかりました、行きましょう。はい、エニー来い。エニーね、エニー大事なんだよ。じゃあ早速やっていきましょうか。はい、お願いします。はい、参ります。頑張ろう。俺からかい。おし、うん、エニー、ナイスエニー、ナイスエニー、ナイスエニー、喜びすぎなんすか。オーケーオーケーオーケー、いいんじゃないですか。うん、うわ、真ん中からゆっくり、惜しい、もうちょっと遅くなる。やべやべ。パーフェクト出ました。やべ。わー、よーし、来てる。よーし、ここまで来ましたよ。うん、惜しい、来た、ゆっくりゆっくり、はい、あー、ごめんなさい。いや、プレッシャーかかると早く。これなんですか、青7、これ青7バック、うん、これなんですか。これはバーをすごい遅く、惜しい、うん、いや、いいですよ、いいですよ。あ、来た、ゆっくりゆっくり、おしゃ、あー、お願いします。オッケー、いや、いい感じだ。あ、いや、めちゃめちゃいいんじゃないですか。そうですか。はい、だってもう目標1号なのに2万超えてますから。あ、よかったよかった。こうなったらスコア、ここから大事ですね。はい、レインボーにしちゃいましょう。はい、頑張ります。じゃあいきますよ。図柄、2分の1の図柄引きます。スイカだった。これどうしたらいいですか、スイカ。赤7を早め、赤7早め、うまい、冗談、ああ、ありがとうございます。ああ、めっちゃ早く、惜しい、ごめんなさい、もう一回行きます。図柄来い、よっしゃ、リップ、リップ、リップはまあ大体、ね、あれどうしよう。適当で大丈夫です。そう、大体止まるんですけど、マジでついてないですね。ごめんなさい。いや、でも素晴らしいスコア出ました。26,740。もうなんかもうしもべたちがね、しもべたちが姫のために頑張りましたんで。本当にありがとうございます。チーム戦めっちゃ楽しいですね。楽しい、本当に楽しかったんで、ぜひご参加お待ちしております、はい、うん、師匠、団体戦はいかがでしたか。いや、団体戦面白いっすね。めちゃくちゃ面白かったですね。いや、本当にこうなんか一体感あって、はい、うん、一回僕とビタシンさんが同時にミスった時あったんですよ、はい、あれエモかったっすあれエモーショナルでした。エモーショナル、なんかこうグルーヴ感があってちょっと横文字使いたくなる、はいはいはい、なんかそれぐらいなんかこう一体感があって、うん、こうライブ感も楽しめるしっていうので、うんうん、個人戦とはまた違う魅力なのかと。確かに私がなんとか上に揃えたスイカを二人が揃えてくれた時、キャーってなりました。あれもエモかったですね。はい、超楽しかったです、はい、いやだから本当にこうなんていうんですかね、その個人戦とかシンディーカップとかだとやっぱ一人で戦わなきゃいけないし、はい、なんかすごく目押しももっとできなきゃみたいなハードルを感じる方もいるかもしれないけど、はい、まあ、団体戦だったら本当に仲いい仲間でちょっと思い出作りに参加しようぜみたいな、
そういう感覚でも本当楽しめるんじゃないかなと、はい、すごく感じました。いや本当に私は苦手なんですけど、お二人がカバーしてくださってるおかげで高得点が出たりだとか、はいはい、そういうことが可能ですので、うん、本当に、ね、誰でもできるんじゃないかなって思います。そうですね、うん、だから本当にこうエンタメ要素の強い、まあ、大会かなと思いますので、うん、はい、まあ、ぜひ皆さんもそういった意味ではちょっと私見倒し苦手だから、うん、ちょっと別世界の大会かなと思ってた方にこそ興味持っていただきたいなというかすごく感じましたね。といったわけで第3回 P スポーツ超ディスクアッパー選手権は1月14日に、はい、まあ、東京大会、はい、そして1月21日に大阪大会、はい、まあ、2つの予選が予定されておりますので、はい、ぜひ皆様ふるってご参加いただければと思います、はい、そして決勝戦はですね、3月17日のユニバカサミフェス2024で行われるわけなんですけれども、はい、実はそこでも当日予選がございますので。そうなんですね、はい、じゃあ予選に参加できなかった方も当日来ていただいて。そうなんです、うん、であとはですね、そのユニバカサミフェス2024もこの決勝戦だけじゃなく、はい、まあ、いろんな催し物だったり、あとはグッズ販売なんかも行っておりますので、ぜひですね決勝戦当日は多くの方に足を運んでいただいて、皆さんで伝説の瞬間、はい、見届けたいなというふうに思っております、ね、はい、はい、さあそして、はい、大会予選まではですね、はい、まだまだ日にち残ってると思うんですけれども、はい、その間はですねアプリがありますので、はい、そちらのアプリでこうゲームの流れだったりを確認していただきつつ、うん、はい、まあ、本番に備えていただけたらなというふうに思います。はい、大会公式ホームページでは詳しい大会の情報や出場エントリーを行っています。皆様ぜひチェックしてみてください。はい、大会には我々も応援に駆けつける予定でございます、はい、駆けつけちゃいますよ。はい、それでは皆様ぜひ本会場でお会いいたしましょう。さよなら。毎月3日はサミーハッピーデー。みんながハッピーになれるお得がいっぱい。毎月3日はサミーハッピーデー。新たな e スポーツが誕生。テキサスホールデムで全国のプレイヤーと腕を磨け。豪華クリエイター声優陣が勝負を盛り上げる。立ち上がれ究極のマインドスポーツ M ホールデム。新時代のパチンコパチスロアプリ。基本無料で遊んで出玉を貯めて豪華景品をもらおう。大人気機種を多数ラインナップ。37リアル